学園都市第23学区にスペースプレーンオリオン号が不時着しました。オリオン号は成層圏でデブリと接触、エンジン故障などのトラブルによって不時着に至った模様です。幸い乗っていた乗員乗客88名は全員の生存が確認されました。繰り返します。乗員乗客88名全員の生存が確認されました。88の奇跡？おお、そういえばあったね、そういうの。3年前です。スペースプレーン計画で作られたオリオン号が帰還直前に成層圏で事故に見舞われました。幸いその時乗っていた乗員乗客88名が全員無事だった奇跡の不時着事故です。あの事故でスペースプレーン計画は凍結されて、宇宙エレベーター建設が本格的に始まったんですって。しかもこの学園都市に建設する困難と苦労は赤道直下に作るのと比べて何倍、いや何十倍です。それをものともせずについに完成させたのがあの宇宙エレベーターエンデミオンなんです。その姿はまさに空に駆け上る天の橋立て、美しいですよね。楽しそうね。あ、ねえ、それ何聞いてるの、サテさん。ああ、アリサっていうネットとかストリートライブで活動してるアーティストなんですけど、今すっごい人気なんです。試しにダウンロードしてみたらいい曲ばっかりで。これは噂なんですけど、聞くといいことが起きるとか。ほら、とにかく聞いてみてください。ん？あれ、この声。あ、この人ですね。ああ、やっぱりあの子だ。まさかミサカさん、アリサと知り合いなんですか？あ、いや、ちょっと前にね、不良に絡まれて困ってたのを助けたことがあってあの子、元気でやってるみたいね。今日もどこかで歌ってるのかしら。私はメイゴアリサ。あ、危な、うわっ、いってって。あ、ごめんなさい。ああ、いや、こちらこそ。とうまんぎゃー。私は歌にはちょっとうるさいんだよ。でもアリサのは本物だね。詩にスペルを乗せたりしてないのに、あんなにみんなを魅了してるんだもん。ん？いや、今のはなんかクリアに景色が伝わって、そう、一瞬テレパスかなんかだと思ったというかそれはないかな。私レベルゼロだし、前はそのことで悩んだけど、今はちょっと感謝してるかな。能力があったらきっと歌ってなかった気がするから。たった一つできたことが歌だったの。だからいつかね、大きな舞台でたくさんの人の前で歌えたらいいなって、それが今の私の夢かな。と、トマ、なんだかキラキラして眩しいよ。眩しすぎるよ。あ、ちょっとごめんね。はい。え、本当ですか？はい、わかりました。やった、私オーディション受かったんだ。エンデミオンのキャンペーンで使われる曲に私の歌が選ばれたって、デビューできるんだって。え、デビュー？すごいよ。
絶対お祝いしなきゃだね。そうだ、私たちこれから豪華なご飯を食べるんだよ。アリサも一緒に行こう。いいよね、トム。それは…楽しかったのって久しぶりかな。今日は付き合ってくれて本当にありがとう。デビューライブ決まったら必ず知らせるね。何？これは。気をつけて、トーマ。水のエレメントを刺激する術式だよ。ってことは魔術の連中か。下がってろ、二人とも。何者だよお前ら、どういうつもりだ。これは。おいスタイル、こいつは一体どういうことなんだよ。フォルティス931魔法名。本気かよ。君の右手じゃ質量までは消せない。学園都市統括理事会に認可を得た民事解決用干渉部隊である。これより特別介入を開始する。撤収を。これ以上騒ぎが大きくなると面倒です。メアリエ、マリーベート、ジェーン、引くぞ。おい待てよ、どうしてアリサを狙うんだ。僕ら魔術サイドと科学サイドの間で戦争を引き起こしかねないってことさ。戦争？それはどういう…おい。あんたたちは何なんだ。我々は学園都市内の秩序を維持すべく特殊活動に従事している。そんなんじゃ分かんねえよ。お前たちはアリサの敵なのか味方なのか。先ほどの戦闘は依頼を受けた任務の一環だ。警告する。彼女に関わるな。気安く関われば貴様は死ぬ。気がついたか。ここは俺たちが住んでる学生寮だ。起きたばっかで悪いけど、思い当たることはあるか。あいつらが何者なのか。うん、二人は科学じゃよくわからない力って信じる？実はね、私がそうなんだ。歌を歌ったりするときだけ何か計測できない力みたいなのがあるらしくて、もしかしたらみんなが私の歌を聴いてくれるのってその力のせいなんじゃないかなって。違うよ、アリサの歌は本物だよ。ありがとう。でもこの力が原因で周りの人に何かあったら、それで誰かが傷つくなら、もう。おい待てよ、まさかオーディションに合格したのに辞退しようとか思ってないよな。力ずくで来る連中に屈して自分の夢を殺すのか。お前は本当はどうしたいんだ。歌いたいよ。だって私にはそれしかないんだもん。なら歌えよ。
やりたいことがあってやれる力があるならやらなきゃダメだ。だから考えようぜ、お前が安全に歌える方法を。なら、アリサはしばらくここにいればいいよ。いざとなれば私もトーマもいるしね。そうしよう。いいの？どうやらそれが最善っぽいな。よし、居候の一人や二人や猫一匹、この上条さんがドーンと引き受けてやりますよ。あなたのおっしゃる通り、メイゴアリサは襲われた。彼女は一体何者なのですか？あら、知らないと戦えない、シャットアウラ。ところで、この回線は本当に安全なのですか？ノイズを感じるのですか？ノイズ？ああ、そうだったわね。難儀なことね、音楽を認識できないというのは。どう？ノイズはなくなった？はい。そう、よかったわ。じゃあ明日もあの子の警護よろしくね。え、明日？うん、オービットポータルの人と契約の話とか、あと撮影会のイベントもやるんだって。マジか、俺補習受けなくちゃいけなくてさ。頼れそうで一緒に行ってくれそうなやつ誰かいないか？あ、それなら。え、エンデュミオンを作ったオービットポータルって3年前オリオン号の事故を起こした会社なの？はい、社運をかけてあのスペースプレーンが落ちて倒産状態になってたんですが、でもその直後に買収されて奇跡の復活、今回のエンデュミオンを実現に導いたんですよ。ちなみに今度の社長は10歳くらいの女の子なんです。レディリーさんってお名前で、すごく可愛いんですよ。ゴスロリ美少女社長なんて盛りすぎでもはやうさんくさいですわ。これは都市伝説なんですけど、その社長が宣伝用のホログラフィーとかロボットかもって噂があるんですよ。あながち嘘でもないかもしれませんよ。本当にすごくお人形さんっぽいっていうか。え、なんかこの人形、動いた。あなたの歌好きよ。こんなに気に入ったのはジェニーリンド以来かしら。頑張ってね。今のがその社長さんです。それじゃあアリサさん、お願いします。なんでここにビリビリが？まあでも、あいつがいれば心配ないか。ん？あいつはあの時の。貴様、何が目的でこんなところに潜り込んだ？メイゴアリサは我々クロカラス部隊の庇護下にある。彼女に手を出すつもりなら全力で排除する。こんな貴様、ナス。うわ、建物の基部に爆弾だと？すぐに退避だ。他のユニットはメイゴアリサを誘導しろ。ここはアリサや上にいた連中はどうなった？無事だ。観客も
メイゴアリサもな。私の黒カラス部隊も全員無傷だった。あの爆発で、まさに奇跡ってやつだな。私の前でその言葉を口にするな。偶然と都合のいい結果を求める人のいびつな欲望、そのような都合のいい見えざる手など存在しない。あんた、あいつの歌ちゃんと聞いたことあるのか。聞いてみろよ。奇跡はあるって思うかもしれないぜ。私の脳はある事故で音楽を認識する機能を失った。私にとって歌は耳を汚す醜悪なノイズでしかない。だが私は今の自分に満足している。おかげで歌にも奇跡などという言葉にも惑わされずに済むのだから、話は終わりだ。出口までは連れて行く。あとは好きにしろ。第七ごっくのショッピングモールで爆発事故だってさ、なのに一人も死傷者が出てないとか、まさに奇跡じゃん。奇跡でしょ、あれは絶対。確か歌手のアリサがイベントやってたんでしょ。はあ、奇跡か。アリサ大丈夫か。なんか変だよね。本当に奇跡があるなら、そもそもあんな事故は起こらないんじゃないかって。なんだか、わからなくなってきちゃった。昔も大きな事故にあったらしいんだけど、私、3年より前の記憶がないの。だから、これは自分だって言えるものはなくて。だけど、歌を歌ってるだけで、心が温かくなってきて。歌があれば、なくした何かを取り戻せそうな気がするの。俺も、なんとなくだけどわかるよ。少なくとも、お前には信じてるものがあるんだ。なら、きっと大丈夫さ。88の奇跡、そしてメイゴアリサの奇跡の歌声。ある意味奇跡は、我が社最大の売り物ね。私は奇跡など信じていませんので。そもそもオリオン号の事件は決して奇跡などでは。88人全員が助かってるのに、あれが奇跡じゃなくて何？さあ、これでようやく全ての準備が整ったわ。いやー、よりによってあのことは、さすが神やんぜよ。ってことは知ってるんだな、アリサが狙われる理由を。あの子が聖人、もしくはそれと同等の力を持っているとみなされているからです。学園都市はあの子の資質や能力を解剖学的に解明して利用したいらしいぜよ。特にあのロリッコ社長はな。私やステイルは一刻も早く彼女を聖人と証明し確保せよとネセサリウスから命令を受けています。そんな、もうクソ、誰からだこんな時に。インデックス、なんだって。アリサがさらわれた。来るぞ、イノケンティウス。やめろ。何先走ってるんだスタイル。まだアリサが成人だと証明されたわけじゃねえんだろ。先ほど新たな命令が下ったんだ。あの天にも届く建築物、あれが何かわかるか。宇宙エレベーターだろ。違う、シュメールのジグラットやバベルの塔、万里の長城。合理性を超えた規模を持った建築物は、純粋に科学的に作られていても、存在した時点で魔術的意味合いを帯びてしまう。問題はそこに聖人を組み込んで超大規模魔術装置にしようとした人間がいることだ。ちょっと待て、学園都市に魔術を利用してるやつがいるってことか。
私よ。アンチスキルが動き出したわ。メイゴアリサを回収したら撤収して。了解。まさか、そんな、なぜ。あら、気づいちゃったかしら。いいわ、その子を私のところに連れてきなさい。待て、シャットアウラ。その子を離せ、シャットアウラ。関係などないくせに、なぜお前は邪魔をする。何なんだこいつは。どうしてこのブレスレットを。やっぱりあなたたちは引き合ってしまうのね。あの日オリオン号の事故での生存者は乗客乗員88人。でも本当は一人だけ死亡者がいた。オリオン号のパイロット、そう、あなたの父親。でも奇跡の言葉によってその存在は隠蔽された。88人しかいないはずの機体に突如として現れ、奇跡を演出した89人目の少女、それがこの子よ。あなたはあくまで奇跡だと言い張るのか。だって本当は誰も助かるはずはなかったのよ、あの事故は。地上じゃ無理でも宇宙ならうまくいくと思ったのに、あなたの父親以外みんな助かるなんて。ま、思わぬ副産物ができたのだから、ある意味成功と言えるのかしらね。お前なのか。お前のせいで父は。気は済んだ。ナイフで刺されるのは16回目だったかしら。化け物め。あら、そう。あなたたちだって相当なものよ。あなたは生かしておくわ。本当の奇跡が起きる瞬間を見せてあげる。その子を捕らえて。貴様が何者でも、何を企んでいても絶対に潰してやる。絶対にだ。期待してるわ。連れて行って。さてと、あとはあなたね。うん。おはよ。あなたにお願いがあるの、メイゴアリサさん。私のために歌ってくれないかしら。あなたの奇跡の歌を。決着は僕らがつける。決着？ベディリー・タングルロードは本来こちら側の存在だ。彼女はメイゴ・アリサを核に術式を構築しようとしている。エンデュミオンを丸ごと使った超巨大なやつだにゃ。実行されたら北半球がまるっと全滅ってクラスのな。問題が魔術である以上、これは僕らの領域だ。君たちは引っ込んでいる。対処できるのか。場所は宇宙ぜよ。核を始末。いよいよとなればあの塔ごと破壊する。核を始末って、つまりアリサを殺すってことか。あいつは夢があって、それに向かって一生懸命努力してて、そんな女の子がどうして北半球をぶっ壊す悪者扱いされなきゃならないんだよ。まだ起きたらダメなんだよ。そんなこともう言ってられねえ。科学と魔術、どっちに任せてもアリサは殺される。相変わらずバカなやつだ。そう言うと思って準備はしてあるぜ。あ？なるほど、
なんか大変なことになってるみたいって美坂は美坂はわざと大きな声でつぶやいてみたり。ああせーな、独り言ってレベルじゃねえぞ。ったく。黒カラス部隊、お前たちはエンデュミオンの制御センターを掌握し続けろ。私は決着をつけに上に宇宙に行く。この後は一人も上に上げるな。奇跡。トーマ君まだ悩んでるの？道端で歌っていたあなたにこんな大きな舞台をあげたのに。嫌なら断ってもいいのよ。その場合は今日ここにいる完成披露式典の招待客全員が死ぬことになるけど。歌います。でもそれは私の夢のためでもあなたのためでもありません。私の歌を純粋に楽しみにしてくれているみんなのためです。あの人たちのために私は歌います。あなたが何を考えていようとそれを上回る奇跡の歌を。これはバリスティックスライダー、学園都市の次期主力宇宙輸送機関のコンペで敗れた不遇のシャトルシステム。神谷にはこれで行ってもらうぜよ。どこに？宇宙に決まってるぜよ。宇宙、生と死、有限と無限、全てが交差するこの空間では地上とは違う法則が働く。人々の熱狂と血は神々の宴に捧げる供物。その息吹がエンデュミオンの永遠の呪いを打ち破る。すごい、見たことないほど巨大な魔法陣だよ。地球そのものを術式の一部に取り込んじゃってる。あれが発動したらどうなる？何が目的かはさっぱりわからないんだよ。超越野生だとは思うけどこんなの記録にないもん。あ、なんだ？はい、神谷、早速だけど残念なお知らせだにゃ。エレベーター装備のミサイルにロックオンされたぜよ。おい、どうすんだよ、こっちには武器なんか。もちろんあるぜ。ねえジン、出番だぜ。土帝、覚えておきなさい。はあ、あとは頼みます。上条トーマ、邪魔をしようとしたは大騒ぎみたいね。でももう間に合わないわ。それはどうかな。バカな子、来てしまったのね。言ったはずだ、絶対に許さないと。兵士にもらったアンブロシアの身を食べ、もう千年は生きたかしらね。オリオン号の実験も失敗したけど、その代わり思わぬ副産物が生まれたわ。それがアリサよ。あの奇跡の力で私は死ぬことができる。さあ一緒に終わりましょう。この星も何もかもみんな道連れにして。させるか。今宇宙エレベーターの中継ステーション付近で爆発があったみたいです。そのせいで応力バランスが崩壊しちゃってます。
このままだとエンディミオンは倒壊して地上に倒れます。そんな、何か止める方法はないの？緊急用のパーチシステムがあります。3箇所ある爆砕ボルトを全て手動で点火させれば。今は何でもやってみるしかないわ。1箇所は私が引き受ける。もう1箇所はこっちで引き受けるじゃん。もしもし、話は聞いたぜよ。3つ目が何とかできる方法があるんだにゃ。誰だ？誰だか知らないけど、アンチスキルの暗号通信に割り込めるってことは、ただのやじ馬やいたずらじゃないわよね。てなわけで、ステイル、一つ頼むぜ。仕方ない。使われてやる。インデックス、どうやらいろいろとまずい状況みたいだ。時間がない。二手に分かれよう。お前は魔術の軌道を止めてくれ。俺はアリサのところへ行く。ねえ、トーマ。絶対にアリサを助けようね。ああ、わかった。うるさい。うるさいんだ。このノイズが奇跡を止めてやる。絶対に。メロ、その歌をやめろ。アリサ、間一髪か。トーマくん、こんな無茶な術式は初めて見たよ。回路が乱れてるどころじゃない、地球を壊しちゃう気？禁書目録ね。あなたならわかるでしょ、魔術によって呪われた者の気持ちが。ようやく抜け出せるの、この地獄から。絶対に死んでやるのよ。無理だよ、それをやってもあなたは死ねない。私にはわかる。僕だって頼まれた仕事くらい最後までやり遂げないとね。こちら読川、すまない、このままじゃたどり着けそうもないじゃん。こっちもあとちょっとだってのに、防衛用のロボットがこんなに。大丈夫です、構わず3カウントで点火してくださいと美坂はお願いしてみます。ったく、地球がどうか知ったこっちゃねえが、まリハビリにはちょうどいいか。迷ってる暇はなさそうね。行くわよ、スリーツなった術式を解いて崩す方法を見つける。これはエレベーターの規模を破壊しただと。他の連中が頑張ってくれたみたいだな。これで分かっただろう、できないことなんかないんだよ。オリオン号の機長だった父はあの事故で犠牲になった。私も他の乗客もみんな助かったのに。だから私は奇跡を否定する。奇跡などに頼らず自分の力のみで戦った父の意志を継ぐためにも。お前の親父さんはお前や乗客を守ろうとした。限界までやればなんとかなる、そう信じて頑張ったはずだ。だからこそお前やみんなも助かったんじゃないのか。奇跡は起こった、お前の親父さんが奇跡を起こしたんだ。それを否定するってことはお前自身がもう一度親父さんを殺すことになるんじゃねえのかよ。
お前たちの悪あがきも無駄だったようだな。パーチが遅かった。地に落ちるぞ、エンデュミオンは。何が奇跡だ。なら今すぐ救ってみせろ。地上に落ちるエンデュミオンから全てを救ってみせろよ。その女もお前も奇跡を肯定し、秩序を乱す者は全て。お前のやり方で奇跡を否定しても秩序なんて生まれない。わずかな可能性にかけて何かが手に入るって信じて、それで少しでも変えられるのが前に進むってことだろ。それがお前の親父さんが目指したもんじゃないのか。それこそが奇跡ってやつじゃないのかよ。お前は自分を憐れんで全部拒んでいるだけだ。お前のその惨めな幻想をこの右手でぶち殺す。お願いします。私の大事なもの全部なくしてもいい。だから今みんなに奇跡を。そうだ、私はあの時願った。大事なものを差し引いてでも奇跡が欲しいと。そして私が生まれた。何この歌。違う、この歌じゃ。私の魔王陣は、やめろ。今ここでこんな力を広げては崩れていく私の希望が、私の夢が。はあ、エンディミオンが落下コースから外れていってる。地上への衝突は回避されました。そうか、やりやがったな。きっと世界に届いたぜ、お前の歌。結局何だったんでありけるのかしら、あの乙女は。そうだね、例えるならば願いというところかな。複数の願いが同一の思考を与えられ、因果律に干渉。二人に分断された少女が一人に戻らんとする際の歪曲が、今ひとたびの奇跡を起こしたと。レディリーは興味深い実験をしてくれたよ。けだし、死ねないというのは不幸だね。やっぱりアリサって。いや、だって俺が触れたんだ、この右手で。だからあいつは幻想なんかじゃない。歌が好きで、歌でみんなを喜ばせるのが好きで、それだけの普通の女の子なのさ。うん、そうだね。ああ、